ソフトバンク 705NK はノキアが開発し、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA 通信方式の携帯端末、スマートフォン。ソフトバンク発の GSM、クワッドバンド対応端末である。ノキアのノキア,アンリスシリーズ、ノキア n 七 N73 がベースとなっている。テーマは、想像力に翼を。本端末の PC サイトビューアは、ソフトバンク仕様ではないため、 パケット定額性適用外となる。カールツイスレンズ採用の3.2メガピクセル AF カメラを搭載している。端末形状もカメラ用途での使用を想定したものとなっており、またソフトウェア面においても詳細な撮影設定が可能である。エキシフデータによれば、メインカメラの焦点距離は5.6ミ、mm、リメートル。35ミリメートルカメラ換算で35ミリメートル。 前後のレンズとほぼ同じ画角である。この端末はスマートフォンとしての機能も兼ね備えている。シンビアン OS-S60 プラットフォームを採用しているため、ネイティブアプリケーションのインストールが可能で自由度が高い。オフィスドキュメントの閲覧ソフトや、容易に PC と同期できる PIM アプリケーションなども入っている。パソコン向けサイトの閲覧ができる。 ノキアウェブブラウザーも搭載されるが、一部のソフトバンク携帯電話に搭載されている PC サイトブラウザとは異なり、各種パケット定額サービスは対象外、定額で利用できるモバイルブラウザも搭載。国際ローミング機能では、事業者を自動選択するため、現地に持っていくだけで通常通り使用することが可能。事業者も電波の良好なものを選択するため、 必然的に他のドコモやソフトバンクなどの国際ローミング機能付きの携帯端末よりも電波感度が良い。また、その他のマルチメディア面、オーディオ再生デバイスとしても充実している。MP3、AAC、EAC、WMA と幅広いコーデックに対応している。海外では、ノキア N73 の8世紀、N73 ミュージックエディションも発売された。 ソフトバンクとしては初の GSM クワッドバンド対応端末でありソフトバンク X シリーズとメーカーブランドとして発表されたソフトバンク専用モデルを除けば2009年4月時点では唯一の対応端末であったすなわちヤフー携帯に対応した GSM クワッドバンド端末としては長らく唯一のモデルとなっていたが2009年夏モデルより GSM クワッドバンド対応かつ、n 8 5 0 m h z 対応機種が6機種リリースされたため、その座を明け渡すことになった。スカイプライトに対応しているが、3G ネットワーク経由となるため通信量に注意が必要。ありがとうございます。